オーケー。ごめん、起こしちゃったかしら。なんか気持ちよさそうに寝てたからつい眺めてたのよ。リズか。そうか、俺寝てたのか。でも私が近づいて起きちゃうくらいだから、キリトの眠りはまだまだ浅いってことよね。ん？何を言ってるんだ。実はね、最近仮想世界の寝心地について研究してるの。仮想世界の寝室は無音に設定できるじゃない。だから眠ることに関しては一般的に現実よりも快適らしいのよ。そこからさらに眠りの質を上げるためには、そう、寝具が大事なのよ。枕にベッド、掛け布団のことね。はあ、知ってた？寝具ってアイテムだから加工可能なのよ。私 SAO ALO と職人として渡り歩いてきたでしょ。だからかな、より睡眠の質を高められる加工方法に今すごく興味があるの。ああ、なるほど。ようやく意味が分かったよ。興味があるって顔をしてるわね。よし、じゃああんたの睡眠の質を上げるためにベッドとか枕のカスタマイズさせてもらってもいいかしら。それっていわゆる実験台なんじゃ。ちょっと誤解を招くような言い方はやめてよ。これも全てあなたにより快適な睡眠をしてもらうため、キリトのためなんだから。ああ、そうですか。よしと、枕の高さはそれくらいで良さそうね。でもまだちょっと眠りが浅くなっちゃってる感じなのよね。じゃ、次はマットと掛け布団の番ね。希望ある？マットと掛け布団の材質も変えるのか？どんなのがいいのか正直よくわからないな。そうね。じゃあ私が良さそうなのを選んであげるわ。あ、でも期待はしないでね。私の専門は武器防具だったから、今はまだ寝具についてはあんまり詳しくないのよ。まあだからこそ勉強中なわけだけど。ああ、わかってるよ。相変わらずリスは研究熱心だよな。ありがとう。じゃあちょっと隣で寝かせてもらえる？そうすればキリトのベッドの材質を体感できるから。え？ああ、いいけど。なるほど。ちょっとマットが柔らかすぎるんじゃないかしら。掛け布団も重すぎるような気が。って、何よ！こっちジロジロ見ないでよ。だって仕方ないだろ、お互い寝てるんだし。でもこんな近距離で見つめられてるとは思わなくて。じゃあどうすればいいんだよ。
キリトは天井を見ればいいの。仰向けになりなさいよ。そうすれば見つめられることはないでしょ。はいはい。よし、じゃあ改めて、このベッドで何があんたの睡眠を浅くしているのか、そのすべてを洗い出してみせるわ。なんて言いながら、なんか眠くなってきたわね。ちょっとだけ休もうかしら。了解だ。こうしてるとこの前のこと思い出しちゃうじゃないの。この前のこと？忘れたとは言わせないわよ。少しだけ休もうって言ってたのに、結局二人で思いっきり熟睡してログアウトしちゃったことよ。ああ、あれか。はあ、まさか自分でもあんなに寝ちゃうなんて思いもしなかったわ。でもあれってまさに安眠、睡眠の質が高かったってことよね。確かにそうなるかも。となるとベッドとか枕の材質よりも効果的な要素があったってこと？あ、まさか誰かの隣で寝てたからとか？あはは、それはあるかも。ああ、せっかく寝具カスタマイズを極めようと思ってたのに、こんな結果になっちゃうなんて。でもまあ、それだけ私たちが信頼し合えてる証拠でもあるわけよね。そう考えると、なんかいい気分よ。確かに、それは言えてるな。じゃあこれからはゆっくり休みたいと思ったら、あんたのそばで寝ることにするわ。え？だからもしキリトも眠れなかったりゆっくりしたいって思った時は、あ、私の隣で寝てもいいわよ。お互いに最良の睡眠を提供するパートナーってのも悪くないでしょ。なるほど、そういうのも悪くないかもな。